いつもご来園いただきありがとうございます。いつもゲートでは温かいお言葉や野菜の寄付などありがとうございます。感謝しております。またトムの会の皆様や三女会の皆様、オンラインサロンの皆様、いつも応援ご支援いただきありがとうございます。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。お待ちしてます。ピンドケイトラ、ありがとうございます。これで北エリアの動物たちの餌を運んでいます。オートマなので坂道発進も怖くありません。また四駆なので急な坂道もスイスイ上がることができます。これからも安全第一に大事に使用させていただきます。ありがとうございました。これをワーランドまでお願いします。お願いします。はい、わかりました。ご支援によりバオランドをリニューアルすることができました。ワオランドの観覧デッキが木製からご寄付でアルミ樹脂製に変わりました。私が乗っても安全で半永久的にここから観察することができます。また皆様のご寄付により泊まり木が増設され、アクティブに動くワオキツネザルの行動がより観察しやすくなりました。ありがとうございます。皆様からいただいた園内の寄付金では、されたちのために資材や工具、資料など幅広く使わせていただいております。ご支援いただきありがとうございます。リニューアルしたワオランドでのびのびと過ごすワオキツネザルたちをぜひ見に来てください。本当にありがとうございました。今年もたくさんのコラボありがとうございました。とっても楽しい本を作ることができました。園内の看板を新調できました。あと特別展もすることができました。皆さんの応援ご支援のおかげでたくさんのコラボグッズ作ることができました。おかげさまで今までにないグッズがたくさんできてます。また園内を盛り上げるために出展していただいた皆様ありがとうございました。職員の海外研修へのご支援をいただきありがとうございます。ありがとうございました。職員14名が合わせて25箇所の動物園博物館に研修に行かせていただきました。熱類の混合飼育や巨大なドーム型展示など様々な施設を見ることができました。現地のスタッフともコンタクトが取れ、飼育や施設の構造などについて学ぶことができました。こうした新しい刺激が職員のインスピレーションや今後のモチベーションにつながっていくと思います。今回学んだことを展示や飼育作業、そして将来的な施設改修に生かしていきたいと思います。トイレが新しくなりました。ご支援をいただき、楽園横とアフリカセンター前トイレのリニューアル、そしてワオランド前に新しいトイレを設置することができました。ご来園の際は綺麗になったトイレをぜひご利用ください。ありがとうございました。アマゾン欲しいものリスト、中古でもいいので欲しいものリストなど、たくさんのご支援ありがとうございます。飼育に欠かせない掃除道具や動物たちの生活を豊かにするものから、インクやコピー用紙など事務仕事に欠かせないものまで、たくさんのご寄付をいただきました。古くなったものを交換できたり、新しくヒーターを導入したりと、様々な場面で使用させていただきました。
これら以外にもたくさんの物品をご支援していただきました。ありがとうございました。岡部先生、手袋届きました。ありがとうございました。これは手術で使う無影灯という機械なんですけども、以前使ってたのはハロゲン灯で、交換部品がもうなくなってしまってですね、新しい LED のタイプをご紹介していただきました。使ってみて非常に乾燥も防げるし、患部も見やすく光の調節もできるので大変重宝してます。ご寄付いただきありがとうございました。うわ、新アフリカ館に新しい業務用冷蔵庫が来ました。ありがとうございます。おかげさまで、運ぶのも保存するのもとっても便利になりました。大きいので1週間分の餌を保管することができます。本当にありがとうございます。行かないとですよね。あ、間違えちゃった。今日はここで作業してたんですね。皆様からいただいた鎌とノコギリで整備してます。ありがとうございます。これからも頑張ります。お願いします。それでは急がないと。私もたくさんの資料を寄付していただきありがとうございます。農家の皆様や来園者様からいただいた旬の野菜や果物で動物たちの食生活が豊かになりました。また企業を通じて様々な資料の寄付にも大変感謝しております。これからもご支援よろしくお願いします。こんにちは。日本モンキーセンターの所長を務めさせていただいている伊谷でございます。この1年間、多くの方々から様々な形で、たくさんのご寄付ご支援をいただきました。コロナ禍が少し収まり、今後ますます活動が活発化していくと思いますが、モンキーセンターとしましてもさらに有意義な活動を展開していきたいと思います。今後とも日本モンキーセンターへのご支援をよろしくお願いいたします。日頃より SNS の閲覧や拡散にご協力いただきありがとうございます。いつも楽しく皆様のコメントを読ませていただいています。皆様の応援声援が私たちに伝えとなっております。一人一人からのありがとうメッセージを3月31日までこちらに貼っています。ご来園の際はぜひご覧ください。それでは全体感謝祭スタート。